98.6 and 80.5. We hope you have a great day. Let's keep active today. Every Monday to Thursday morning live program. Actus. Hope いろいろ。時刻は11時を回りました。FM 富士アクターズ松見拓也です。東条由加です。ここからは甲府市の時間、甲府いろいろです。甲府は武田信虎公がつつじヶ崎に館を構えた永正16年、1519年の開府から500年を経て、今年は武田信玄公生誕500年という節目の年となっています。このコーナー甲府いろいろでは、観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで、甲府市の魅力を発信していきます。移住定住を考えているあなたも要チェックですよ。今日は甲府市が行っている猫の不妊・去勢手術支援プロジェクトについて、甲府市保健所生活衛生薬務課の保坂淳也さんにお話を伺います。では保坂さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。猫の不妊・去勢手術支援プロジェクトということですが、甲府市では猫に関してどういった問題が起こっているんでしょうか。はい、甲府市には飼い主のいない猫による糞尿や鳴き声などの被害に関する相談が多く寄せられており、無秩序に繁殖した離乳前の子猫が保護された場合は引き取り手がなく殺処分されることもあります。また交通事故で命を落とす猫が毎年およそ1000頭ほどいます。私の実家も猫ちゃん飼ってますからね、なかなか本当に一言とは思えないんですけども、甲府市はこういう猫の問題についてはどんな対策を行っているんでしょうか。はい、飼い主のいない猫に対して無責任な餌やりをしている方には適正な飼育をするよう指導を行うとともに、改善ができるまで継続的なパトロールを実施しています。また自治会などと連携する中で無責任な餌やりを禁止する看板の設置や周辺括弧へのチラシの配布も行っています。その他、広報誌にペットに関する適正使用の啓発記事を掲載したり、犬猫の飼い方のマナーについての回覧を行ったりもしています。そして飼い主のいない猫の繁殖を防ぐために不妊去勢手術費の一部を補助する事業を実施しており、この取り組みも、さらに進めていくために昨年からガバメントクラウドファンディング猫の不妊去勢手術支援プロジェクトを実施しています。はい、今言葉が出てきましたけども、ガバメントクラウドファンディング、これどういうものなんでしょうか。はい、ふるさと納税総合サイトふるさとチョイスがふるさと納税制度を活用して行うクラウドファンディングのことです。自治体がプロジェクトオーナーとなって地域が抱える課題解決のための具体的なプロジェクトを示し、そのプロジェクトに共感した方からふるさと納税によって寄付を募る仕組みとなっています。寄付者は自らの意思で寄付金の使い道を選ぶことができ、2021年11月現在で1300以上のプロジェクトが実施されています。ふるさと納税制度を活用して行うクラウドファンディング、それがガバメントクラウドファンディングということなんですね。はい、それではこの猫の不妊・去勢手術支援プロジェクトの内容について教えてください。はい、甲府市では人と動物が一緒に暮らせる社会を目指して、猫の不妊・去勢手術費の一部を補助する事業を2015年から実施しています。これまでに多くの猫の手術に対して補助を行うことで、望まれない猫の繁殖を抑制し、糞尿などによる被害や殺処分が少しでも減るように取り組んできました。この取り組みを、進めていくための本プロジェクトでは、皆様からの寄付を募ります。いただいた寄付は、猫の不妊・去勢手術費について、オス1頭4000円、メス1頭6000円の補助を行う事業や、飼い主のいない猫を捕獲し不妊去勢手術を行い、その後元の場所に戻す TNR 活動を推進するための経費に使わせていただきます。ご支援いただいた方には返礼品としてお礼状をお送りするほか、ふるさと納税と同様に自己負担額2000円を除いた額が控除となります。この機会を通じて、
甲府市内の猫に関する現状を多くの方々に知っていただき、動物愛護についての関心と理解を深めてもらいたいと思います。はい、昨年はどれくらいの支援集まったんでしょうか。はい、昨年実施した第1弾プロジェクトでは目標額である150万円を大きく上回る317万9500円もの支援をいただきました。うーん、多くの支援をいただいて、それだけ助けたいと思ってる方が多いんですよね。今年のこの募集額と募集期間はどのようになってますか。はい、募集額は200万円でオス200頭、メス200頭分に相当します。期間は令和4年1月9日日曜日までです。はい、期間は令和4年1月9日の日曜日までということですね。はい、では支援したいという方はどのようにすればいいですか。はい、ふるさとチョイスのサイトから支援したいプロジェクトを選んでいただくと、クレジットカード等電子決済での寄付ができます。また現金書留納付書払いでの寄付もできますので、所定の寄付申し込み書をご記入の上お申し込みください。はい、寄付申し込み書は甲府市のホームページからダウンロードできるほか、郵送窓口でのお渡しも可能です。はい、で募集額が200万円ということなんですけれども、もしもこの額に達成しなかった場合というのはどのようになるんでしょうか。はい、目標金額に達しなかった場合でも本プロジェクトへ活用させていただきます。皆様の寄付は無駄にはなりません。うん、寄付されたお金も、そして寄付した、ね、方たちのその気持ちっていうのも決して無駄にはならないということですね。ではお問い合わせ先をお願いします。はい、お問い合わせ先は甲府市保健所生活衛生役務課、電話番号は 055-237-2550 です。055-237-2550 ですね。はい、では最後になりますが、 FM 富士をお聞きの方にメッセージをお願いします。はい、飼い主のいない猫は人々の生活環境を悪化させるために生まれてきたわけではありません。また殺処分や交通事故に遭う不幸な猫もまだまだ多くいます。甲府市はそのような猫を不幸な猫を不妊去勢手術をすることで減らし、人と猫が幸せに暮らせる街づくりを目指します。皆様の支援が甲府市に暮らす猫を守ること、そして地域課題の解決につながります。ご支援ご協力をよろしくお願いいたします。はい、皆さんぜひご協力をお願いいたします。はい、今日は甲府市が行っている猫の不妊去勢手術支援プロジェクトについて、甲府市保健所生活衛生役務課の保坂淳也さんにお話を伺いました。保坂さん、ありがとうございました。ありがとうございました。このコーナー甲府いろいろは番組終了後になりますが、番組ブログと YouTube に音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスをしてみてください。甲府いろいろ、次回もどうぞお楽しみに。FM Fuji. FM Fuji. Actus.